はい、5番です。よし、じゃあ3番分かった。1試合やってみよう、今日は。ああ、こう、キッズだからね、寝た方がいいで。3時だね、やっぱ、成長、成長のあれだね、眠ることは。あ、そこはもう、自分たちだね。ランダム白が出ます。じゃあ、分かる。ご注意ください。でもね。ああ、待って、ゲロだぞ。寝ること。学校で勉強して。えずきながら喋ったんで、ゲロズになりました。で、そうなんだ。学校で勉強して。なんだっけ。あ、ダメだな。初日、口頭使用してください。いらない者は初日、口頭使用してください。1名チャット CEO に関しては、絶対いらない者は、CEO 禁止です。2巡目以降はチャット CEO 許可します。占い師のチャット CEO 許可します。その際、白崎なども同時に貼っていただけると助かります。考察チャットは禁止です。雑談チャットはありだけれども、考察チャットに絶対触れないようにお願いします。1回目はまだイエローカード、2回目からレッドカード、釣りになりますので注意してください。ルール違反接続で、嵐は基本的に移っちゃいます。配送に関しては僕の判断で、配送にしますって感じで。わかんないことがある方は準備完了外して質問してください。大丈夫。質問じゃないんですけど、まあ僕初心者なんでよろしく。いいんだね。ん？キス初心者。ああ。いいんだね。あ、つか、了解。マスターが決めた。まずっぱい。そんな俺、勝率、勝率っていうじゃないだろ。ね、お兄さんといっぱい注射をね。じゃあ、決めてみます。まあ、さあ、いいってことなんでしょ。役職をお選びください。まあ、いいんじゃね。選択しない場合、うん、余っている役職がランダムで振り分けられます。特にしっかりやんなきゃ、急に基本ができてなければ、応用はできないから。実施です。特にって大事だね。夜が更けました。ただその前に早く 寝るんだよ、格好があるんだぞ。一番のマスターじゃねえけど、早く寝て休んで、学校行って勉強しろ。うん。勉強も大事だね。事務作も、もう大事なの、気持ちはわかるけどね。うん。あ、今だよ。こんな徹夜してまでやることじゃないからね、子供はね。うん。睡眠大事だね。うん。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。ラインを考えるっていう訓練だな、これまっすー、マルネス田中です。人間には見えるけど。占い師ようございます。4番さん何なんでしょう。4番さんが何なんでしょうです。僕が、1巡目の発言になります。発言師としてはかなり弱い。ね、もう6番さんあたりにね、占い師よう出ようもんならもう、人狼さんだったらもうおしまい。ってぐらいに、発言、ちょっとした把握漏れが続いてしまったら、僕がスパーンと釣られてしまいますんで、把握漏れだけはしっかりしないように、なるべくしないようにね、しっかり聞いて発言してください。で、一巡目しか俺、グレーの発言聞けないわけよ。だから、なるべく色を落とすように努力をしてほしい。今日勝手に進まんない。だから、例えば、じゃあ、1番さん、ここが黒かった、ここが白かったっていう話をしてほしいし、3番さんにも、4番さん、5番さん、6番さんにも、みんなに言ってほしい、バーって。4番さんもバーって発言してくれたらね、その、何、かっこいいがどこだっていう話も流れてくるから、しっかりいろんな発言をしてほしい、みんなには。って感じで思っています。じゃあ2番振りましょうかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。そうですね、1番さん。まあ1番さんしか CEO してないんで、現状わかんないんですけど、1番さんの最初のマジかっていう意見が、俺、めちゃくちゃ新っぽいなって思っちゃった意見っていうか発言がね。だって俺も占い師で1番手だったら、正直嫌だし、マジかってなっちゃうから、その発言が出たのは1番さん新っぽいのかなって思ったから。ただ、1番さんが狼だった場合は、4狼もあると思ってる。囲いがあると思ってる。が、4番さんの発言聞かないと、まだわからない。うん。ぐらいかな。まあ、1番さんは現状、まあ、新芽って言うとあれなんで、まあ、印象はいいって言っておこうかなって思います。はい。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。1番さん占い師。これね、まあ2番さん占って結構2番さん白ダメじゃあれどうなんのこれ2番さんは村人です。いや本当か。まあ初心者なんで、ね、頼まれなんこれ。うん、まあわかんねえわこんなもう。1番さんは嘘ついてるのかなって思います。今日は1番さんついてる。わかんねえこれ。うん、あんま喋ることがないんですけど、そろそろ占い師来るんじゃない？
いや、まあ、狼の可能性もあるのが。うん。頼まれたっていう件もあるな。4番のプレイヤーが発言します。はい、1、3対5把握しました。3が、2でよかったのかな。うん。2でよかったのかな。あと、モードなんだけど、こんなの。3が2ね。で、1が4で。俺も占いって負けてんのやっぱ。1番さんに関しまして、あげるわな、信用取らないって言うだろ。おめでとうございます。で、対抗3番さんに関して、3番さんが2番さんね。バレーの。そう、3番さんが出るまで、2番さんの発言を聞いてて、2番さんはこんな感じになる。早すぎないかって。で、かっこよく終えるって言ったんだけど、もう3が出てるんで、2、1のライオンを消えました。1回も勝ってない。で、アルチャさんに、まだ1周目しか聞いてないけど、3番さんの発言は、その、占ったじゃなくて、まあ、この部屋ランダムで出、ランダムで出るから、その発言ぐらいから怪しいと思ったので、発言言うことない、うん、いっぱいあるよ。例えば、3番さん目線だったらね、14の囲いとか、ね、言えるはずなのにね。で、今のところ31星座だったら、今のところ3かなと思ってます。で、2周目ちゃんと聞いて、もっと考察していきます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。ってところでね。俺ね、1、2、ローローで4に特攻したかっていう線もね、ちょっとね、考えてたんだけど、うん、1、4の囲いか、3、2の囲いかっていうところだとは思ってる。3番さんがね、シーンじゃなかったらね、出さした人にはね、もうね、印象タグ、鬼畜押すから、本当に。ダメだよ、出てあげないとね、3番さんがシーンじゃなかったらね、ローだったら出てあげなきゃダメだよ、相方。かわいそうだよ。シーンだったらね、しょうがないけどね。現状ね、1番さんをローだと思ったら14。3番さんだったら3236かな。っていうところかな。まあね、発言、まだこの後しっかり2人のね、占い師に聞けるんで。でもね、正直発言精査ではないと思ってる。ちょっとね、いろいろ考えて投票したいと思います。以上です。6番のプレイヤーが発言します。そうだね。本当にこれね。まあ、破綻のあるリスクも考えたら14だと思うわね。2番、3番だったら2とか5とかもあんのかなっていう感じかな。5番はまあ1もあんだけどね。囲いか5番。まあ、ぶっちゃけるともうそれしかないんだけどね。この2、3番の扱いだよ、これ。これね、本当にね、占いが出てるパターンか。相方が出ろって言って出て、うんだってさ、これで新名勝負で負けちゃ。そして、次の日、ピンチになると思うんだけど、相方さん。2番か5番になるんだけど。もしあるとすれば、大丈夫っていう。まあ、できるやつがね、占い出て、なんとかやった方が6人部屋はいいよな。9人だったらね、3番に頼んでやるっていうのはできるな。というよりもね、まあ、あれだね。難しい。これ本当に難しい。普通に考えて発言せざるだったら、それはもう1番なんだけど、どう考えても。1番のプレイヤーが発言します。はいはい、2巡目ね、気合い入れていくからしっかり聞いててほしいかな。今のところ、俺が1番追ってるのは3、2、ローロー。で、時点で追ってるのが3、5、ローロー。で、まず、なんで2番さんを1番疑ってるか。そうなんだよね、ごめん、ちょっとメタっぽいんだけどさ、5番さんもちょっとそれ気味だったらもういいかな。じゃあ、例えばよ。2番さん、2、3、ローローだったら、2番さんを3番さんに、ま、任せるべきじゃないと思うんだけど、2番さんが出そびれたとしたら、これで3番さんが出るしかない。もしくは、2番さんがあらかじめ、後からで、最後の順番の人が出ようねって話だったら、3番さんが出るべきなんだよ。そこで3番さんに託しちゃったのかっていう、ちょっとめたい考察がある。自分の中では。だから、3、2、ローローを追っている。で、5番さんを時点で追ったのは、1と3の精査をするときに、一切6をラインに含まんかったこと。1、6、ローロー、例えばね、1、6、ローローだった場合って、4分の1特攻は必ずし、この1巡目で発言する必要がないじゃん。1、6、ローローだったら、6番線任せればいいじゃんってなるのを逆に狙った狼の可能性もあるからね。だから6番さん、6番、1、1、6、ローローはないっていうか、1、4の囲いしか見ないっていう発言は、ちょっとおかしいと思っている。ってところかな。で、6番さんに関してなんだけれども、特にこれといった印象はない、印象はないっていうか、黒っぽい要素もないから、まあ3番手だよね、6、3、ローロー。6、3、ローローだったら6番さんが出てきてもいいのかなと思ってる。逆に3、5、ローだったら5番さん出てもいいかなと思ってるから、3、2、ローローって言ってる、今のところ。2番のプレイヤーが発言します。
もう先に言っとくけど、俺は今日3つる。俺は3つる。うん。まあ、そこで、俺が3するって発言したから3、2のライン切りだって思われても全然いい。俺は今日3投票する。ってなると、あえたてっちなんだけど、5、6どっちかなんだけど、現状5かなって思ってる。6番さんの発言は正直わからなかったんだけど、何も得なかったから。5番さんの発言ってなんか、その、3番に相方が3番に出させたのはなんか鬼畜だよね、みたいなこと言ってたけど、そういう発言をして白目を取りに来てるんじゃないかなって、俺は若干思っちゃった。って感じかな。やっぱ発言精査を俺はしたいから、やっぱ一の方が新芽に感じるかなって思う。だから俺は今日3釣りたい。はい。メタコースとか俺あんま好きじゃないから、俺は3釣る。以上。3番のプレイヤーが発言します。はあ。2番さんは、村人陣営なんですけど、無口でもいい。村人が負けたら、2番さんのせいにして、占い師、1番さん釣りたい。まあね。まあ僕も久しぶりに人狼殺やったので、まあ初心者のとこもあるので、よろしくお願いします。4番のプレイヤーが発言します。まず3番さんの発言をさておいて、そうですね、もう5、6番さん、僕の後の発言だと一緒に聞いたんですけども、発言的に、5、6番さんに関しては3番さんが、なんか3番さんに出させてが悪いと発言があって、3番さんが出てくる前までに。そうなった時に、平野村のことを考えなかったロジックなのかなと思った。で、今、さんまさんの発言的に、なんて言うんだな。県村だったらって発言あったけど、県村だったら確実そうだと思う。確か正解だと思った。6番さんの発言ね。さんまさんに任せる占い師だったら、ローンのね。その発言もあったし、俺普通に今3、2のと2の身内切りかなって。で、さんまさんが後で任せるって言った風にしか俺は聞こえなかったです。だから俺今日釣り位置は3番です。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。みんな3番に行くんだったら俺は1番に行こうかなっていうところだね。6番さん含めなかった理由はね、1番さんのね、完全メタだよこれね。あの発言するかどうか迷ったけどね、そこの面接特攻しないでしょっていうところね、一郎軸においたら。だから一応の囲いが濃厚だっていうところ。特攻してまで新芽を取りに行く、破綻のリスクあんのにっていうのは多分やらないと思うんだよね。発言はしなかったけど、あの6番さんを含めなかったのはそこですっていうところ。まあ1番さんがね、真だったらそのまま俺はね、村だからね、勝てるし、とりあえずね、3番さんを応援する気持ちでね、3番さんに入れようと思います。2番さんはね、発言勝負したいって言ったけどね、2番さんがローじゃないことを俺はね、とてもね、信じてる。2、3、ローローでね、2番さんがね、ローじゃないことを祈ってるよ。とりあえず俺は1番さんに入れます。まあ俺はね、村なんでね、1番さんが死んだったら勝てるしっていうところかな。以上です。6番のプレイヤーが発言します。むずいねこれね。2、3、3、5、とりあえず1入れてみる。見れてみないが、2番票変えるかもしんない。何するか分かんないぜって警戒させといて、票が変わっていたら、2、3が変わっていた場合に俺はもうじゃない方行くからね。そう見て俺は入れ替えてやるからな。投票を狙ってやるかもしれない。もう一発で決める。いや、変えられたら困るからね。そう見てね。変わった瞬間はね、パッて変えるから、投票になった場合。どっちにしようかな。狙いを指されて、票集められるの厄介だからね。1番引くかもしれない。3番引くかもしれない。狼は震えてんだろ。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票狙おう。はい。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。5番は何？一体5番はマジで何？僕をあれ。土もあれ、1番さんを一回占ってから釣ってほしかった。うん。僕も占い師やから頑張りたいなと思ってるけど、なんで5番は評価やったの？ 2 番さん知ってる6、3ラインが見えたから、うん、1番さんを見占いやったかった。まあみんなの見てからも学ぶ。うん、僕ももう初心者なんでね、もうちょっと成長してからね、みんなとやりたいから。うん、うん、まあ一番さん占いたかったなって。と、一番さんは僕、みんなは僕のことを、あれ、占い師だと思ってません。夜が更けました。2番と5番どっち守る？人狼に気をつき師の方は、夜のアクションを行ってください。神の体なら神の体でいいわ。なんで変わった？今守っとくか。ああ、まあ上がんねえ。2番か5番。どうせ14がし。敵だったら2番、6番、5番と俺噛んできて終わるわな。夜が明けました。多分これ1神？昨夜は1名の方が亡くなりました。14か。6番、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。安心に決まってんじゃん、マジが。いや、サンバさん死んだと思ったけど、サンバさん、一番さん投票しちゃうと、それって俺の中ではメタ考察になるから、だから俺サンバ投票した。うん、一番やっぱ当てたわ。うん、一番が、あれ、占い師一人やねんろ？メタでもね、ちょっとはね、応援してあげようかなと思ったけどね、一番さん占いたいはもう終えないわ。無理だわ、あれで。よっしゃ、サンバちゃん、よし、約束だ。寝よう、今日。うん、よっしゃ、じゃあ、学校持ってこいよ。マジでさ、1番と4番か。超高度にさ、3番のシーンをさ、考えてる人がいればいいんだから。じゃあまた明日ね。メタは嫌いだから3番入れるマンとかもいるだろうしさ。うん、5って1に入れる、3に入れる人もいるだろうし。少し入ってくるから、バイバイ。またやろう。うん、またやろう。少し6人頑張って。元気な時に眠って、学校終わってから。あー、疲れたー。そもそも4番があまりにも、昨日お店を追ってねえんだよな。そもそも。3番さん転校。迷ってないっていうのは、いいなんだよ。破綻もないっていうのは。はい、お願いします。オッケー。よし。3番さん考察頑張れよ。俺噛んだ瞬間、3番さん大地を見つめよ。じゃあもう。いや、ね、あ、待って、寝起きなので、ちょっとめっちゃ飲まれます。学生系じゃなければいいんじゃない？ OK、大丈夫、大丈夫。方言系女性。いいよ。よし、じゃあ、ルース召しちゃおう。っていいよ。ここは鍛える場だから、誰が死んだのか。ランダム調べやね。この情報が少ない中で。なんで、鼻の息は気をつけるようにしてください。その精度を高めていけばいいんだよ。運ゲーじゃないよ。1巡目の占い師、この運ゲーの確率を減らしていけばいいんだよ。チャットの CEO は禁止。2巡目から占い、チャット CEO を強化します。その時にチャット CEO をする際、もしも潜伏してチャット CEO をするならば、柴崎、チャットで書いてください。で、コースチャットは禁止、雑談チャットは強化しますが、コースチャットに触れない程度でお願いします。そうだな。ルール違反、接続切れ、嵐は基本的に釣り、配送は僕の判断次第って感じで、お願いします。で、一応、さんまさん関係ない話だけど、さっきの試合、地味に1巡目、僕出現してて、4番さんめっちゃ触れ、あ、2、3、4、5、6って言っちゃったんですよね、僕。まあそんな、そのでもいい小話は、置いといて、そうなんですよね。じゃあ4番さんなんか質問ありますか？はい、ちょっとそれの件を黙っとこうと思ったんですけど、お疲れ様です。正直焦りました。誰も拾ってくれなかったら、もうラッキーやった、本当に。よっしゃ、じゃあゲーム始めます。
役職をお選びください。俺細かい発言は精査してないから大丈夫。選択しない場合、聞いてないから細かいところ。余っている役職がランダムで振り分けられます。細かいところは聞いてないけど、その直感とかそっちの方を大事にしてるから。あなたの役職は、うん、人狼です。狼？うん。いや、だからな。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼を行ってください。はい、おはようございます。はい。俺スタートだと逆にこれ僕出ません？はい、よっしゃ。よっしゃ、じゃあ頑張りましょう。はい。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番。します。はい、村人陣営です。そうですね、進行論なんですけど、多分皆さん分かってると思うんで、まあ、進行論はあんま言いたくないんで、好きじゃないんで、そういうの。はい、まあ、盤面揃って2周目考察していきたいなと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、ということで2番さんがね、進行論への反抗ということで2周目にね、発言伸ばすということを、はい、把握しましたということで、まあ2周目のプレッシャーをね、ここでめっちゃ圧をかけてね、ここで人狼で破綻するのかね、まあ2周目でね、2番さんの動きを見ていきたいと思いますということで、まあ自分村人陣営です。ということで、まあ私が進行論言わないといけないのでね、平和村だったら騎士さんは基本出てください。この基本っていうのはね、別に、まあ出た方がいいんですけど、そこはね、まあセンスに任せます。で、平野村ではない場合はね、騎士さんは潜伏で、まあそれも基本潜伏なのでね、なんか疑われたりね、してたらすぐもう出ちゃった方がね、私はいいと思う。もうライン見られてたら、もうそこへ出ちゃった方が普通にね、どっちが老化進化っていうのがね、すぐ決まるのでっていうことで、そこはね、騎士さんお願いします。はい。4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営です。信用ありません。一生触れていきます。2番さん、俺結構印象いいと思います。確かに1周目その1何も言うことない。進行論言う必要もないと思う。俺は言う必要ないと思う。だったら早く回した方がいい。うん、それは俺は印象いいと思う。普通にで、3番さんに関しまして、3番さんちょっとよくわからない発言ありました。2番さんで破綻するってどういうことですか？人狼が。じゃあ2番さんを潜伏占いと見せたら、俺3人で今占い師が出てきてないけど、ね、追っちゃうよって話になっちゃう。で、俺的にはこのまま、一人出て平野村になった方が全然いいんだけど、もし5番さんがロジックで考えたら、5番さんにはね、二分一速攻してほしいかな、という。うん、まぁ、ちょっと雑談入っちゃったんだけど。うん、まぁ、岸さんは別に通信用あってもね、自分の村リアがあるタイミングだったら、全然出てきていいと思います。で、囲われたら、そういう時にね、出てきてほしいな、と思ってます。それぐらいかな。うん、じゃあ次回します。場面揃って考察します。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。4番さん白の、4番さん白ハークお願いします。うん、2番さんのね、まあ印象、3番さんの印象、俺的には特にないかな。別に盤面固まってないし、太鼓出るのかね、このまま平和でいくのかっていうところだと思います。でね、ちょっとまあ時間もあるからね、雑談にはなるけど、占い師をやって、初めの占われるときに、個人情報を、人のマークで個人情報、フレンド追加とか、そこをね、押しとくと、その人が村になるっていうね、なんか裏技があるみたいなんですよね。で、試してみたんだけど、1番さんがね、一番厄介そうだからね、それ試してみたんだけど、4番さんに白が刺さるっていうね。なんか本当かどうかわかんないんだけどね。うん、なんか5回中4回ぐらい成功するみたいなんだけど、どうやってやるかね、未だにわからないっていうところかな。まあね、盤面対抗出るなら出て、バチバチ、バチバチっていうかね、まあ、ほどほどにやり合いたいとは思います。以上です。4番さんが白で、ね、以上。6番のプレイヤーが発言します。うん、うん、そうだね。やり合いたいけど、1番が出る。平和村になったらラッキーだね。うん。そしたら俺目線、1、2。ああ、もうこの3人ってことだから、勝った。あったね、って感じ。うん。俺がシロスにいるからね。悪いけど1にさ、自爆しろ。出ないんだったらね。まあ1が本当に無駄だって、2、3がローだったらもう自爆しろ。俺がシロスにいて勝てない。まあ1がどうせ出んだろ。で、まあ、
東海に打って1号星座が普通に貯めれば。困ったね。また。とりあえず2番、3番、4番。5番だったらさ、まあいろいろあるわけだろ、5、4とか5、3。1では出るとすれば、まあ出てから考えるか。2、3があるってことだな。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師ようございます。ランダムで6番さんが白、6番さんが白でございます。そうだな、今日ちょっと滑舌回らないのはあらかじめ言っておきます。噛んだりします。そこだけご了承ください。そうだな、とりあえずさ、5番さんは、確定黒、絶対黒。で、4番さんにしろか。4番さんにしろか。とりあえず一人ずつ触れていくね。とりあえず2番さんからか。進行論なし、発言なし、それを4番さんが白いっていうのは俺はそうでもないと思うんだよな。印象いい悪いのは絶対悪い方だと思う。あの進行論、まあ時間がないから割愛しちゃうけど、進行論結構大事だからね、そこら辺しか話を欲しかった。まさまさんが代わりに行ったんだけれども、かといって印象がいいっていう内容の印象論でもなかった。ただ、ちょっと自分の進行論違ったからね、確定しろだったら、うん、一仕様だったら確定でも俺絶対出てほしいタイプだから。うん、だから印象は普通って感じ。ただ、その4番さんっていうのが気がかりだったね、その2番さんを謎に白気したのが。うん、若干なんか、するよりにも見えたかなと思ってる。まあ、2巡目もゆっくり引けるんで、のんびり考察していこうと思ってる。頑張ります。2番のプレイヤーが発言します。そうっすね。なんかめちゃくちゃ難しいなって感じてる。でも、まあ、確かに、4番さんが言った通り、3番さんのあの発言は確かにおかしかったんだけど、俺、若干、かっこいいなんじゃないかなって思ってる。まあ確かに、片白だったら、4のが白いっては思ってる。そこを拾ったから。6番さんの発言って俺正直、全然、意味がわからなかった。何も得れなかったって感じした。だから、俺、現状、かっこいいで見てるから、まあ別に3番さんのこと白いって言ってるわけじゃないんだけど、かっこいいの方が多い、可能性が高いと思うから、現状、片白の精査して、6のが黒いから、16なんじゃないかなっていう、感じかな。まあ、全然発言、ごめんね。ちょっと全然伸びてなくて。だから俺現状1投票しようかなと思ってる。でも、1番さんのその4番さんの対しての発言もそうなんだよね。って、思ってるから、正直ね、精査ついてないけど、片白精査した時に6のが黒いから、1行こうかなと思ってる。1号でも正直わからないから。2周目発言聞いて決めるけど、現状1に行こうと思っている。暗いかな。はい。ごめんね。発言伸びなくて。3番さん。3番のプレイヤーが発言します。2番さん村だったらそうやって無理やり言わない方がいい。そこで人狼が黒く見えてくるから、そこを狙ってる人狼さんっているもんだからね。2番さんわかんないんだったら、みんなのね、発言終わった後決めますって言った方が、まあ、場面的にはスッキリするかなって、私正直2番さんのね、今言ったことでね、思ったかな。でもこれ私もね、結構 LINE で見ちゃうタイプなのでね、これ5番さんがある人したら52、で6番さんあるとしたら61、で6番さん何言ってるか全く分かってなかった。自分が白い？じゃあ白いんだったら白い発言しろよっていうところだよ。自分が白いって言って白いって決まるもんじゃないからね。そんなゲームだったらうちなんかこうやって考察するさ、苦労しないからね、マジで。で、4番さんがね、2番さん白いって言ったら意味不明。けど普通に考えて人狼だったらそんなことしない。なんでかというと人狼さんで、4番さんが2番さん白いって言った場合、次の日にね、4番さん困るだけだから。そういう盤面になった時は、4番さんってもう確定人狼ってね、わかるわけだから、まあ、そこで白起きしたムーブはね、意外に私白いと思う。それ1周目だしっていうところでね。まあ、どうしようか。私4番さん白気するかな。なので私ね、LINE で見るとしたら52か61。けど正直1番さんの白位置の6番さんね、怪しい。で、正直2番さんわかんないわかんないって言ってね、どっちを釣るかって言ったら1番さん。まあそれも怪しいっていうところで、私はね、51番さんのね、発言聞いて決めます。はい、4番のプレイヤーが発言します。まず記憶新しいうちに3番さんに対して喋るね。
え、かっこいいでしょ ?6-1 だったら。LINE じゃなくない？LINE だったらなんで 1-2 を合わせてこないのって思う。2番さんを叩いてて、1-2 を合わせてこないで、5-2 しか追わないのって話したとき、もう2思ったから。で、まず1番さん答えますね、俺。なんで2が白く見えたか。うん。別に無駄に、進行論、まあ俺、あれだと思うんだけど、俺だけだと思うんだけど、普通に占い師が言えばいいと思っちゃうんだよね、普通に。うん。普通に俺が一番だったら普通にみんなの発言早く聞きたいし。で、みんなに発言伸ばしてもらって、俺2周目でちゃんとね、最初トップバッターが普通に発言したいと思ったが、その意味で占い師が出てきてないから別に2番さんを白く見えちゃったって言ったの、普通に。うん。でも今2周目の発言的に、そう、2番さん発言よくわかんなかったんだよね。別に俺を芯で置いてるわけじゃないでしょ。で、6番さんを黒く見る。で、最初の発言で俺もちょっと黒く見るって発言して意味わからないって。なった時になんで5番さんに投稿しないのかな。で、俺的に5-2のラインがあるんじゃないかな。で、1号生産はついてない。で、6番さんに関しましても、自爆しろって、まだね、まあ確かに5番さんしかその立場出てないから、まあ、ね、雑殴りみたいな、雑談みたいなのに2、3、4に対して、ね、自爆しろっていうのは、まあ普通の雑談なのかなと思ってます。釣り位置としては、俺5-2があるんじゃないかなと思ってるから、5いるかな。単体ではまあ決まってないね、1号だったら。1号の精査はできてない。でも2番さんちょっと黒かったね。で、3番さんに関して1-2をつなげないぐらい怪しいけど、5かな。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。うん。まあみんな言ってることがよくわからないよね。なんで2が黒いと俺が黒くなるの？うん、よく考えて、ちゃんと。うん、で、1番さんはね、2の印象が悪い。うん、でね、4が2にね、すり寄ってるって言ったんだよ。ってことはね、1がね、4をね、ほぼ黒って言ってるのもんじゃないの、これ。うん、ちゃんと自分の言われたことを思った方がいいよ。俺ね、多分3-1ロールだと思ってる。3番さんね、2番さんに叩いたりね、まあ、人それぞれあるから、そこは別に言わなくたっていいんだよ。うん、っていうところかな。で、あと、そのままね、意外に口が悪いしね、釣り位置も上げないでしょ、最後。うん、3-1で追ってます。っていうところかな。うん、3番さんね、何が言ったのか分かんない。で、4番さん無駄に白置きするでしょ。うん。その白置きできて、釣り位置上げれないのがね、ちょっとよく分からないかな。うん。あとね、6番さんの発言はね、よく分からなかった。ごめん、結構内容がね、わわわってなっててよく分からなかったっていうのがね、正直な印象かな。まあ、3-1時点で2-1っとこうかな。うん。思うのはね。だから必ず1番さんに言ってください。うん、1番さんのね、黒要素はね、とりあえず1周目では拾えてないけど、皆さんね、自分がね、どこをどう言われたら、どう、自分にどうつながってくるかをね、しっかり考えてください。うん、4がね、2にすり寄ってる。うん、2が黒い。うん、でしょ？うん。ってことはね、間接的にそう言われてるようなもんっていうのをね、ちゃんとね、差し取って1番さんに言ってください。以上です。6番のプレイヤーが発言します。うん、そう、正直に言ってたんだろ。だって4番はライン切れてる感じだし、俺するよ、ラインなんかないもん。だって俺の占いで出た方がいいでしょ、6時だったら。うん、なんで1番がわざわざ右に出すの、意味わかんないんだけど。うん、俺、うん、1番行くよ。うん、だって4号ないでしょ、多分4号ないんだったらもう、ね、1,2 か1,3どっちか知んないけど、もう自爆しろ、時間の無駄だよ、1吸ってやるよ、もう。俺は過去になんかないんだからね、ヒロちゃんは。まったく。君たちの負けだよ、もう。自爆しろ、時間の無駄だ。まったく。1番のプレイヤーが発言します。正直、この試合終わったら6番さんケロかなと思ってるレベル。まあいいや、そこは。とりあえず5番さんの発言から触れていこうかな。違うんだよ。2番さんは印象が悪いって言ったんだよ、俺は。何も黒いとは一言も言ってないんだよ。ただ、その4番さんの発言が若干黒っぽかったなっていう発言をした上で、で、4が1番その5番さん言ったんだけど、発言したって5番に入れないだけだけど、ね、正直4も黒くなる。よくなんだけど、違うんだよ。発言して5番に入れるんだよ。単純に2番の4番の投票と2番か3番の投票が5番に流れれば。若干黒い部分があったかなっていう話はしたしっかり。で、2巡目の発言で、4番さんの発言でね、気になったのって言ったらね、進行論、占いへって言って、いうところかな。まあ、それも時間もったいないから、あんまり触れないんだけどもね。まあ、それ以上に3番が気になったけれども。俺、狼弱いんだって言ってたよね。悪いけど。俺、弱いんだって。ひたすら囲いでしか見ない。じゃあ、3番さんはどうなのって。
俺が素晴らしい考察ゲームしたかったらやってる。俺考察をほとんど知らない。話を聞かなかったりしてることも多いんだって。それ3番同じです。まあもう、何で試合もし、結局、で、2号ロードは全然あり得るでしょ。全くないわけではないよ、5番さん。2番さん発言上ではね。うん、ただ、2番さんのいいところはね、釣り位置をしっかり言えてるんだよ、あの段階で。で、3番さんは言ったけど、違うんだよ、釣り位置を言うのは占いが、グレー精査しやすいように。うん、で、まあそこはいいんだけど、結局、ラインとしては、そうだな、5とのラインで、5-2はちょっと違う気がするんだよ。安直に5、3で繋げちゃうよ。そしたら。時点で5、1、5、4。私はただの石。私はただの石。私はただの石。あのね、1番。1番入れるって言って別に1番入れる必要なんかないんだから。うん、ラインを崩すっていうんだけども、おっきいんだからもう。こういう風になったらやべえけど。見えてた。一番のプレイヤーが発言します。うわー、発言順めっちゃ不利じゃん。まあいいや、いいや、いいや。でも目を見ながらでいいかな。まあ、でさ、じゃあ6番さん結局入れてるけどさ、9人目は行けばいいだけだから。いや、あんだよ、あなたさ、俺の城だけどさ、触れちゃうけどさ、追い詰められてるさ、言わんかったけどさ、俺さ、違うんだよ、自分の考察をしてほしい。確実に1に勝敗ぜ。ないよって証明するためじゃないんだよ。だからそれを回避するために。自分の考察があればそれでいいんだよ。1ずりって言ってんだろ。そん流されるな、すぐに。まあいいんだけどさ。考察できるわけないんだから、言葉で惑わすしかねえじゃん。で、待って、投票先目指すときに。1にで5-2-4、5-2-4。5-2-4か。じゃあ、こうするだな。3号ロールだったら、これ絶対に俺に入れてくるもんね、3番さんは。じゃあ違うか。2-4。じゃあ、消去法でいけば2番さん。5番のプレイヤーが発言します。はい、投票先でね、ライン切りって難しいんですよね。うん。だからね、俺はね、もうね、6、3でね、占ってもどっちか分かるかなっていうところ。うん、それぐらいかな。だから、俺、評価なくてもいいと思うよ。黒させる自信あるし。どっちか白で言えばどっちか黒って言うから。うん。まあ3。で、ちなみにね、1番さんね、6番さんはね、俺にちゃんと入れてる。うん。だね、LINE はね、全然一瞬は見えてるよね。まあ、評価なくてもいいし、1番さんで言ってください。以上です。私はただの石。どっちでもいいよ。1番蹴ったら蹴ってくれよ。ちょっと4時半だから、あれだけど、ちょっと9人部屋も行ってみたいから。だから、同じ部屋には入れねえや。田中さんね、名前覚えとかねえとよ。俺のギャンブルじゃねえと、これ止めらんねえだろ、これもう。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼を行ってください。難しいですね。難しいです。もう俺疑われてるから、もう1するって言いながらの5番投票しかなかったんで。どこでもいいんで、紙は。どうします？あえて5、紙。行きましょう。はい。うん。ちょっと紙位置が難しいぞ。はい。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。何これ何これ五番噛まれたってやつと、何しろってことはどっちこれだ二番騎士んー、じゃあ、どうすんのこういう時は。三番、一番で終わるじゃん。このゲーム。ただ、そんだけじゃん。うん。それだけで終わんだけど、これ。これ目線。3、1、ロラでも1、3、ロラでも終わんだけど、これ。どういう組み合わせ、これ。3、5、3、1? よくわかんないけど。って感じだな。うん、ロラすら終わる。じゃあ、地が見したのか、噛まれたのかだよな。騎士の2番は5番は守ってないってことだよな。なくても確かなことは。
まだ31か13。ほら、終わり。試合終了。うん、1番のプレイヤーが発言します。ちょっと待って。ちょっと待って。ミルクティー飲ませ。はい、来た、ミルクティー。とりあえず、4番さん白ね。確定白。正直2-4で悩んでて、だったらもう4番さん確証作ればもう2番さん確定黒も同然だろうと思ってやったんだけど、2番さん、うん、2番さん騎士か。で、もう5番さんは確実に地紙なんだけれども、もしもじゃあ、もしもだから普通に5-3ラインでさ、じゃあ3番さんがうまいこと表これ、ライン切り、俺に入れてきたんでしょ。その、3番さんが、なんだろう、5番さんに対してめちゃくちゃ感情的になってたのかどうかは知らないよ。うん。その、言われたことに対してね。で、どういう話なのかわかんないけど、地紙して、そこへ、ここってさ、100%、そしたら、3番さんってさ、言うから5番さん入れてるよね、2日目でも。1日目で。5番さん入れてるでしょ。あ、俺ああ、5番さん入れてるでしょ。これもうライン切り成功したら、ここで地紙すれば 100%、1ともう1人グレー、4ないか、もう6を釣れるから、それをやったんじゃないかと俺は考察している。なんで今日は絶対に3番釣ってほしい。もしもそれが飲めないなら、安定進行でも、全然僕は構わない。ただその次の日絶対に3番釣ってほしい。で、てかもう早く終わらせないに今日は絶対3番釣ってほしいかなと思ってる。うん、それがもうどうしても何が何でも飲めない。もう一六ロロだって言うのであれば構わないけれども、絶対によく考え直してから3番を釣ってほしい。まあ3番の黒目はもう上げるかもわかるかなって感じ。正直、5-3コロローは追えなかったよね、投票の時点で。まあまあ、地紙の盤面。2番のプレイヤーが発言します。この村 100% 勝てると思ってて、絶対今日は1釣る。なぜかって言ったら1って絶対狼だと思うから。うん、逆に昨日、まあ、6-3どっちが狼か分かんないけど、まあどちらか村だから言うけど、逆になんで5投票したのって思っちゃった。だって1番さんって最後にめっちゃ出現してたんだよね。俺の記憶が正しければ。1番さんって、2週目の発言の最後に LINE 考察、適当になんかペラペラ LINE 言ってたんだけど、最後に5-1って言っちゃったんだよね。うん、もうそこ確実に失言だよね。だから俺は1釣る。で、3-6生産なんだけど俺3だと思ってる。だから1番さん、かなり積んでると思うよ。うん。まあ、1-3ロラで終わるんじゃないかなと思ってる。うん、俺黒縫いしたかったんだろうけど、まあ俺が騎士だったから、うん。13ローローなんじゃないかなって思ってる。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい。2番さんの騎士ですが、これ言います。3番さん考察しないで、ただ人狼に自爆してって言ってる人と、ちゃんと考察ね、してる人でね、どっちが白いと思うんですか。それを決めてから3-6どっちね、釣るか決めてください。で、私がね、5番さんに入れた理由は、私のね、発言の言ってる意味が分かんないって言ったんです。私が言ったこと、は4番さんがね、1周目で2番さんがね、白いっていうのはね、それを言うのは白いと思う。なんか、最終的になんか3人になる場面ありますよね。その時に自分から2番さんが白起きしたってなると4番さん釣りになるんですよ。それを分かってて、2番さんね、白って言ったので4番さん白いって言ったところです。そこのね、言ってる意味がね、5番さん分かんないって言ったので、いや待って、それさえ分かるでしょって思ったので、5番さん釣りました。で、5番さんなんか出現してましたね。けどなんか覚えてないので、ちょっと記憶がね、忘れちゃったのでっていうところで。で、1番さんも出現してます。うん。少し前か話して、はい、了解です。ということで、うん。2番さんが言ってくれたけどね、5-1って言ってます。うん、私釣りは飲みません。なんでかというと、私らなのね、私の画面見てくださいっていうところで、うん、もうこれ16ローローですね。それに6番さんっていうのは、まず考察もしてないのに、今になって考察してんですよ。今になって考察してるっていうことはやばいって焦ってるっていうことですよね。うん、っていうことは、自分が考察しないと、自分が釣れるって分かってるからですよね。はい。4番のプレイヤーが発言します。3番さん引っかかるな、俺、今の発言。16ローローだったら、ね、1が俺に黒出しして突っ込めば終わりの話じゃん。全員が俺に入れて。16ローローだったらもう勝ちで。6番さんにとってやばい状況じゃないよ。ローだったらね。って考えてたから俺もう3がちょっとグレー固まってきてんだよな。で、2番さん言うけど、俺、あれだよ。俺も拾ってたよ。1番さんの5-1の、1番さんが5-1のライン結んできてるって。俺、だから1番さんにずっと投票した。
第3番さん、5番さんの、何あの、出現俺5番さん出現言ってないと思うんだけど、それ捏造なんじゃないと普通に俺目線思っちゃったんだけど。俺ど、これ1、3なんじゃないかなって普通思ってるから、俺、1番さん死んだったら申し訳ないけど、俺今日1釣りたい。全員1位言えてほしい。もう安定進行取っていいと思う、普通に。で、明日、単6と、4人のどっちかが残るから、うん、それか、狼噛まないか、どっちかだよね。うん。うん、5、3なのか、1、3なのか分からないけど、俺今日普通に1でいいと思う、普通に。ちょ、3番さんの発言ちょっと引っかかりすぎたな。うん、で2番さん、別に騎士、白角でしょ、うん、言うことないし、俺も白角だし、まあ、どっちか残される、された方頑張ろう、それだけ。今日俺、1ずりしか飲めない、以上です。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。とりあえず2番さんのそのモヤモヤを解消しようかなと思ってる。1号ラインなんて一言も言ってない。絶対に言ってない。100% どう転んでも言ってない。1号精査とかそういう発言をしたんじゃないかな。自分でも。覚えてないけど、それは 100% 言ってないよ。自分が新占いでもローでも出現したなと思ったら自分で覚えてるから、まあ、チャットコースでやめてくださいね。まあでも3番さんに流れが向いてるからもう俺は頑張る必要ないかなと思ってる。うん、3の黒一番わかりやすいもんね。うん、自分の真ですって言って終わりたいところなんだけど、もうちょっとコースの残した方がいいのかな。3番さんが今言った100って言った、そのコースチャットをじゃあ逆手に取ってさ、話進めていくけどさ、あなたってさ、5番さんが出現してるって話をしたよね。で、4番さんに5番さんは一切出現しないって突っ込まれた。それは正解。5番さんは本当に出現はしていない、一切。うん。それで、ね、そのヘイトの向け先、あやべ、5って言っちゃった。だから1って言っちゃおうって話じゃないの。相方の人狼マーク、意識しすぎて、ゴーって言っちゃったんじゃないの？違う？俺そう思うけどね、普通に。うん、明日は絶対3番釣っても、2番さんも4番さんも6番さんも分かっとる、絶対。絶対分かっとる。うん、だってさ、考えてみ?1。じゃあもう、ちょっとでも怖いなと思ったら、1日目の1巡目、2巡目、2日目の1巡目の発言をよく思い出してほしい。うん、それだけ。もうそれ以上言うことはない。はい、めちゃくちゃ簡単なゲームでした。以上です。見守ってます。夜が更けました。人狼に気をつけて、人狼の方は夜のアクションを。俺期待できないよ。最終盤面の俺は弱いんだから。だからね、あのね、俺も狼やりたくねえの。もう無理だから最終盤面。期待なんかできねえから、こんなもん。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2、3出現します。はい、5番さんの出現を言いますね。うん、私のね、あのコースについて行ったんですよ。あの4番さんがね、私が白を着した意味はなんかわかんないみたいなこと言って、私のね発言は発言を聞いて出現をしてたんですよ。で、その出現が私ね、普通に5人って言ったのに、なんか、うちがなんか5、4かなんかで間違えたのを5番さんそこで私の発言的に出現してたんですよ。うん、まあ間違ってたらすいませんけど、そうやって聞こえたんです。うん。で、6番さんの黒要素を言ってね、6番さん今になって交差してんですよ。怪しいと思わない？だって今焦って考察してるんですよ。あの、さっきまでずっとさ、人狼さん自爆しろ自爆しろって言ってた人が今になって考察してるんですよ。今になって考察してるっていうことは、つまり焦ってるっていうことですよね。別に白ならば、ただ普通にずっと、まあ、人狼自爆しろよってずっと言えばいいんですよね。白だったら。
それなのに、それはもう言わなくなって普通に考察するようになったんですよ。いや、それおかしいと思いませんか？うん。焦ってると思いませんかね？うん。うん。それで、六さんがどっち足っていうの？私足くなる。待って待って。交差してなかった人と、今交差してる人で、明らかに六番さん焦って今交差してんでしょ。うん。村負けたいんだったら私ずりしてください。うん。村勝ちたいんだったら六番さんずりしてくださいっていうところです。はい。4番のプレイヤーが発言します。なあ、ごめん。3、俺、その5番さんの発言さん言ってないわ。3番さんでも把握漏れだわ。どっちだろう。まあ、最初から考えると、もしも5番さんが地神だって考えたときね。普通に、ね、5、6、ローローだったら5番さんが、6に白出しして、村的にはその 2V 特攻で見せた方が強い。だから5、6、ローローは多分俺的にはないと思うんで。で、1番さんどこでもね、打てる位置でしょ。ってなったときに、でもな、別に考察するしないもん別にね、村りがあるより考察してもいいだけだし、ね。どっちだろう、うん、どっちなんだろうな、これ。でも1番さん確かに、だって1号ラインって、1号って言ってたもんな。それ3番さん拾う投票結果見れてみようかね。むず、なんで俺が残されたんだよ、マジで。これ、あえての1、3、さっきの投票って1、3の身内切りを演出するんだったら、やけに厄介だしな。うん、3番さん発言ようわからないしな。だって俺だよ。だって、俺が2番さんを死んで送って一緒に発言したら、なんでそれが5番さんになるのかわからない。なんで？なんだろう。なんでだろう。うん。3番さんさっき1番さん出現を拾ったって言ってても、3番さんそれ言ってなかったじゃん。自分のターンの時に。なんでそのチャットに言ったのかわからないんだよね、普通に。だから俺単体で3番さん黒く見えちゃうんだよね。5が地紙あるかもしんない。でも1番さんも出現してたんだよね。で、5番さん出現はなったらなかったんだよ。うん、3かな、これは。3かな。6番のプレイヤーが発言します。うん、不思議なのはなんで5番を今こう叩いてんのかな。俺は不思議なんだけど、1番に実質黒だったら1番の出現のを言うべきでしょ。3番さんはどうだこれ。1、3の組み合わせで義手が分からなくて安全に4白打ったら2番出てきて実質破綻状態になったってことなの。黒かっこいい状態になったのかな。だって3番黒だったら1番のあれを上げればいいだけで、5番の黒目を今言う必要ないんじゃない。それとも、どういうこと。もう意味わかんないんだけど、まあ、1番死んだろうが偽だろうが、俺にとってはもう3番黒の状態になってるからいいんだけど、これ出現しまくってるけど1番が死んで、本当に3黒のパターンか、1番が偽で4白打ってしまって2番が出てきたがために破綻状態になった。うん。ってことしかもうないんだよ。うん。なんで5番に攻めを上げてんの？うん、3番さん。うん。その疑いには、どんな根拠があるのかな？投票が終了しました。はあ、追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。ヒロちゃん悪いやつ。勝利です。ヒロちゃん悪いやつ。俺、最後の6番さんの考察めっちゃ真っ当だなと思っちゃったんだけど。あれだ。うん。うん、俺エンジンかかるのはオスエスだな。部屋がねー、マジで部屋がねー、マジで部屋がなーい。新たなる部屋行こう。同じ人と戦うと緊張しちゃうし、ヒロちゃん的にはね、新たなる村での戦いが必要だ。そう、今喉疲れてると思うけど。わかった、わかった、あれなんだこれ。だよ。演歌しますって、演歌しますって。どうよ。
聞こえてますか。OK です。はい、6番です。6番です。帰ってきた、帰ってきた。よっしゃ、じゃあ、ルール説明したいけど、ちょっとね、ベロが、ちょっと喋りすぎてさ、ベロがさ、乾ききったから、じゃあ5番線に、ま、お願いし。上がるわ。あ、いいっすよ。多分、もう一回で落ちると思います。ほんと、ピンチ状態だったけど、ほんと、さっき、助かったぜ、ほんと。俺があまり話せなくて、向こうが話してんがために、はい、じゃあ、ルールはテンプレで、占い師だけ制限かけます。優秀すぎたために、で中傷なし、チャット。いろんなことが分かりすぎたのために、雑談はあり。以上、追加したいルール、これじゃ嫌だっていう人いたら、なんか、残量外していってください。と、うん、いう感じだったんだ。うん、俺さ、いいや、いいや。人狼風になる。うん、神あり部屋にしたいですか。いや、違う、ロケットシーを逆にありでやってみようかなと思ったけどさ、人狼風になっちゃうかと思って。まあ、なるよね。ぶっちゃけ。どうなんですかね。ロケット CO は人狼不利だね。もう、まあ、確定で、確定で不利だね。確定で。じゃあ、誹謗中傷なしで。確定で不利。嵐恋もなしで。よろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人。です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。お、俺だ。おはようございます。1番マリネス田中です。やっと役職という名の縛りから解放されました。でも騎士の可能性もあります。村人陣営です。俺もスーマだな、そうだな。やっと俺も縛りが解放進行論でも話しとこうかなと思ってます。ただのスーマだ。白崎黒崎言うときは理由しっかりつけてくれっていうのと、そうだな、最終発言したらね、言っとくけど、潜伏はね、なるべくやめてほしいかな。占い潜伏、なんだ、ローが破綻しない限りはね、まあする人だってそうそういないけどね。まあ潜伏はね、俺基本的に死んでは見ないからね、俺、絶対。ね、破綻してたから潜伏してみた、みたいな、そんな感じじゃないと。って感じかな。まあ、あとは、騎士は一応の場合は何が何でも出てきてほしい。西洋だったら、普通にセンスで出てきてもいいと思ってる。なるべく黒くならないように、のんびり頑張ります。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。特に必要とかないです。そうですね。1番さんの印象なんですけど、確かに俺も潜伏がないし、好きじゃないんで、そこは同じ目線だなと思って、印象いいって感じですかね。はい。そんぐらいですかね。うん。特にもう1番さんに進行論とかも全部言われて、俺もあんま進行論とかないんで、はい。1周目頑張ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。役職ないです。まあ、いつもにも別に進行論を言ったっていう風な感じで言ってるけど、別に6人村に進行論なんてないと思ってるんで、西洋盤面だったら騎士出ないでくださいとかっていう人って、じゃあ西洋盤面で騎士出てきたとするじゃない。じゃあそこするのって話になるからね。そんなことしないんでしょ。だったら、それは進行論って言わないんだよって私毎回思ってるんだ。で、占い師出てきたら精査します。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、1周目お願いします。自分占い師でした。1番さん、乱視を刺さっております。把握お願いします。そうですね。自分目線、5、6、2、3、2、2人狼いるんですけど、現状、2、3の発言で、まあまあ、特に、気になるっていうか、3番さんが、何ですか、1番さんを、
殴ってた感じですかね。ちょっとすいません、聞き取れなかったんですけど、何言ってるか分からなかったです。で、そうですね、この後、まあ、太鼓が出てきたら太鼓の黒要素を、はい、叩いて拾っていきたいと思います。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。6番さんが白で、ね、6番さん白把握お願いします。ところです。4番さんがね、黒角なんで、4番さんを必ず釣ってください。印象で言うとね、1番さんは、騎士の可能性、理由をつけて潜伏するな。2番さんはね、まあ、なんか言ってたよねっていうところ。まあ、3番さんね、そこについてね、叩いてたけどね。うん、まあね、人それぞれっていうところもあるから、別にね、印象みんなね、悪くはない。でもね、どっかにね、1、2、3にね、ローがいるんでしょ。っていうところでね、しっかりね、2周目見ていければなと思います。4番さんはね、ラインとしてはね、今のところ正直まだ見えてないっていうのが正直なところです。まあ、後囲はね、ないっていうようなね、発言はね、俺はしないんで。まあ、俺が後なんでね、後囲っていうのもあれだけど、4番さんが1に全然囲ってる線も追ってます。6番のプレイヤーが発言します。2番が3番じゃない？多分。2番が3番だよ、多分。どっちか。1番と俺って隠しろだよ、多分。そんな予感ですね。2が3だね。俺の予感は、直感は。4番が5番。正直わかんないね。今さ、1番と5番、4番のマークをさ、間違ってしまったわ。ラビドド。占い師のマーク、目玉のマークを間違ってしまった。4番、5番ね。どっちだろうね。普通のこと言ってるなという感じしか聞いてなかったんだよね。普通のこと言ってるな。ほんと騙されやすいからね。ただね、多分ね、2、3だよ。これ言っとく。1番多分村だよ。だからもう簡単よ。この2、3の話聞けばいいだけ。以上。1番のプレイヤーが発言します。それはちょっと違う気がしないでもないけど、まあ確かにね、6番さん目線、僕をし、ごめん、おならした。僕を白置きするなら、まあ2、3どっちかって意味で2、3で言ったのかなって感じかな。そう、そうだな、下手なこと言って、その、僕に白出してもらってる、やないし、まあどっちかわかんないよ、老か真か。真に下げちゃうのもあれだし、まあ頑張って考察はするんだけれども、2番さんに関しては特に進行論などもなし、俺に触れて印象がいいっていうだけの発言。3番さんは、多分俺ね、西湯はセンスって言ったんだけど、潜伏とは言ってないんだよ、多分それ、間違えたって言うのかな。まあでも、進行論の違いって結局白黒、まあ、印象多少動いたとしても白黒はつかないんだよな。だから俺ってさ、でさ、4番さん、5番さんもさ、なんだろう、これといった発言もないし、何か殴り合うような様子もないでしょ。人間6番さんこんな感じじゃん。黒いか白いかって言われたらさ、違うんだよ。さっきの、どうすんの、ごめん、めたいよ。ごめん、3番さん4番さん知らんなもんってなるけどさ、6番さんさっき同窓してさ、あ、こんな感じな人なんだっていうイメージが分かんないんだよ。本当に分かんないんだよ、俺。なるべくさ、じゃあ今回は色を通すために5番行こうかな、4番行こうかなって言うんだけどさ、それすらできないんだわ。分かるかな、この、じゃあ、それを殴るならさ、俺の立場になって考えてみてほしい。どう殴ればいいだ。6番さんに関しては、じゃあ、囲いの線終わらないのかとは言っとくよ。日本一囲いね。それ以上の俺が何が言うのか逆に教えてください。投票先はまだわかんねえ。以上。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、4と、正直、俺も精査ついてないんですけど、精査ついてないんだけど、ただ引っかかったのは、4番さんの3番さんに殴って結局、何なのっていう感じ。で、4番さんは3番さん、1番さん殴ったよねみたいな発言で止まってたから、そこは、最後まで言ってほしかったなって、思ったぐらいかな。で、6番さんなんだけど、6番さん、1、白置きして、そこは俺逆に6番さん白いんじゃないかなって思った。6番さんが5回目だったら、首絞めることになってると思う。だから、6は白いんじゃないかなと思った。だから、6を白、
白騎士は1は白くなるかって言ったら白くはならないけど、1を白騎士は6は白いんじゃないかなと思ってる。だから5が狼だった場合5、6はないと思ってる。うん。だと5番の相方1はって言われたら3番しかない。うん、4番は1番なのかなと思ってる。4番は1か、4、3。でも正直、4-1もあんましっくりこないから、4-3、3が黒硬いんじゃないかなと思ってる。理由なんだけど、やっぱ4番差が3番に対して殴ろうとしたなんか抵抗があったように見えたから、なんかライン切れない、切ろうとしたけど切れなかったみたいな、狼なのかなと思って、現状俺は4投票しようとしている。うん。くらいかな。まあ発言に、4と5の発言が、おかしかったそっちけど、現状。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。今んとこね、一番気になってるのは1番さんかな。なぜなら、5っていうのの白先の、5の白先の6に違和感を感じているにもかかわらず、4号精査で、どっちとも言わなかったよね。6に違和感を感じてるんだったら、5を釣るってはっきり言えばいいのに。6に違和感を感じたことから5を釣ります。今のところ5の投票で考えていますってはっきり言えばよかったのにって思ったんだけど、それはなかったよねっていうところ。2に関しては、謎に私を黒くしてきたよね。まあ、ライン考察の結果なんだろうけど。で、確かに6の1を謎に白くしたのは、まあ、どうなんでしょうね。わかんないですね。私、今一番違和感を感じてるのは1なんで、で1に白を打ってる4っていうのが怪しく見えてるかな。なんで今日は私は4に入れます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。2、3がどっちも自分っすか。そうっすね。なんだ。6番さんが村なら、兄さんに圧かけて、兄さんの発言聞こうとしてたのかなって思うんですけど、ローだったらってところですね。怖いですね。はい。いやー、これ。5人じゃないかと思いますけど、2番目線、村なんでしょう。2番目線1、6、3の中に1人狼いるんすよね。それで6番さんの動き、ムーブに、なんだろうな、触れていく、いや、もっと触れていってもいいと思うんですけど、そこがすんごく弱く感じました。3番は、1が気になったかどうのこうのって言ってましたけど、っていうところから、5、2時点で、謎の1白置きの5、6ですか。で、5、3。3番と5番が同時に見えないですね。はい。5、2でしょう。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。うん、4番さんはね、一応、なんか全部の可能性言ってるだけだよね。うん。俺目線ね、もうね、2番さん、3番さんが4に行くって言うでしょ。投票結果見てね、ひっくり返らなければ、相方は1しかいないんですよ。で、やっぱね、もうここはね、片白先勝負になるよ。そうするとね、俺のが半端じゃなく不利だと思ってた。申し訳ないけどね。6番さん、正直みんなから見てデフォクロでしょ。っていうところかな。デフォクロだよね。でもね、一番さんのね、違和感はね、やっぱり、まあね、俺とね、LINE は繋がらないからね、やっぱり片白先勝負になってくるんだよね。というところかな。まあ、俺はね、もともと4番さんに必ず行って、その後ね、占い先はもう決めてるけど、特には明言はしませんっていうところかな。まあ、5、6なのか、4、1なのかってところでしょ、これ。皆さん判断して投票してください。以上です。6番。のプレイヤーが発言します。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、4番の遺言を発表してください。1号にですか。はい、5人でしょう。おしまいですね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、これ投票し忘れたわ。もう残ってる。もう6じゃねえわ。夜が明けました。うとうとしちゃったわ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。あのさ、1黒って何？これって5番で何言わないだっけ？あ、いいのか。あ、いいないだ。5番はいいのか。ああ、すみません。ちょっとだけなんかうとうけどしたけど、投票の時に、なんか4番の遺言でパッと目が覚めて。で4番がなんか票が集まってるから負けたと思ったら、敵を、3守り。じゃねえじゃん。じゃねえじゃん。これなんだよ、これ。やっぱりな。できる男は守ってもらえるぜ。まあ普通に考えれば、1、4か5、2じゃん、こんな。すぐ破綻してんじゃん。5番。ただ、狼何人いんの？1黒でしょ？ 4 番でしょ？ 3 番か2番？はい、ということで5番と2番か3番を釣りますか？ 5 番つって。1番のプレイヤーが発言します。おい、5番の相方人狼。かわいそうだよ、5番。何やってくれてんだよ。めっちゃかわいそうじゃん。これ5番が、俺5番死んだと思ったのに、俺、普通に。で、1黒出されて、あ、終わったな、これ。弁明できんな、と思ったら、なんか、ひしひしをいっぱいしてるし。え、めっちゃかわいそうじゃん。マジか。まあ、今日は5釣りには変わりない、絶対にね。騎士精査は翌日。で、守り先が 3-6？ 本当は何を守ることはないので。じゃあ、2番さんは、おかしい。3番が死んだ。じゃあ2番さんは、要するに、を守るなんか6番さんを守れますと。2番さん、6番さんを守れて、3番さんは、それなのあるわけね。私を守れると。じゃあその黒、1回クロスぐらいしさ、頭脳をちょっと1個増やしてさ、頭の数1個増やしてさ、やっていかない？どうそれ？ダメかな？まあ普通に考えてよ。人狼が身分の開示を選択しました。あ、俺はできんのが一応。もうでも。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番。のプレイヤーが発言します。ああ、私、どっちも守ってないですから。なぜなら、噛めない盤面だからです。わかりますよね？噛めないんですよ。噛んだら、自分が人狼だって認めることになっちゃうんで、噛めないんですよ、2番さんっていうのは。だから私、守ってないですから、今回。なんで、明日は両方とも守れるんで。2番さん、噛むんだったら、どっちでもいけますよ。ただ、どっちかは守れますからね、私っていうところですね。守る必要ないんですもん、この場面。で、守ったんでしょ、あなた。そこが黒目だよ、2番ちゃんの。どうも、うむら。6番さんと1番さん。私の発言、おかしいところあるかな。2番さん、つってくださいね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。うん、2番、うん。
まあ、1番、うん、ま、どっちにすんの？任すわ。っていう感じだね。うん、だって、うん。3番が、どういう風な流れになってたんだろうね。なんで出てきたのって、まあ、話なんだよな、まずな。2番は4番、3番は俺？俺が頭皮放棄してだったかな？みんなで俺釣りの流れだったのかな？で、放棄してる俺を守った。放棄っていうか、ほとんど発言がないように等しい人を守った。どういうことこれ。だとしても、袋出た瞬間、2番が出てきて、3番が出てきた。どういうことこれなんで出てきたの？何のために出てくるのこれ。袋出てきて。1番記事使用してないのに2番が出てきた、3番が出てきた。まあいや、もう1番の合わすけど、これどうすればいいの？どういうことこれ。1番のプレイヤーが発言します。はいはいはい。まず3番さん、もしも3ローで置くのであれば、3番さんは、2を死、死んで置いてね、一旦騎士で。で、3番さんは地神をする必要は絶対ないでしょ。で、神出しっていう選択は 100% ありえないでしょ。だって結局5番さんが生き残ってるんだから、3番さんは 神出しっていう選択する必要はない。誰かを噛めば勝ちなんだから。で、じゃあ3番さんがローだと、仮定して話を進めると、2番さんはそこで3番さんを守ったわけだ。3番さんを守ったわけだ。じゃあ3番さんの勘なんで、3番さん、地神じゃどこを勘なんですか。どこ、地神はない、絶対に。地神はする盤面じゃないもん。5が地神したんならまだしもわかるよ。5守りでグッジョブだったら。ただ、そうだよね。じゃあもう俺ごめんなさい、今回は2番線いきます。うん、3番守りって半分破綻しようもんでしょ。神無しのせ、ただ神無しっていう選んだ、神無しを選んだっていう理屈が納得いけば、僕は3番に入れます。ただ納得ができなかったら2番線入れます。というわけで、その理屈の説明と、5さんだったら神無しする必要ねえし、5さんだったらなんで3なの、なんで神無し、この場面上俺釣られる状況になってるけど、俺死んだから、うん、俺ガチで死んだから、だから3番さん、地神なんじゃないの？だって4番が狼、ん？ 5 狼か。5狼で、いや、これ普通に無理だな。ごちょ、マジで、もうちょ、ごめんなさい、ほんと5番さん。いや、なんで俺出たんだろう。いや、俺勝ちってなんで出たんだろう。いや、これ、グッチョ出たから、もうこれ絶対騎士で出た方がいいんじゃないかなと思って、これシンプルに出たんだよ、普通に。で、これ6守りって言っとけばよかったのに、なんか、6守りって言うとなんかいけないんじゃないかなと思って、なんか3守りしたら、あれこれもしかしてなんであれ太鼓出ないのと思って、あれこれ、あれ1騎士かと思って、そしたら3番さんが騎士よって言うからさ、いやちょっと待てよと思って、ほんとごめんなさい5番さん、ちょっと勝ってたのにな、いやマジでごめんなさい本当に、うん、これマジ申し訳ねえ。公表でも、その疑いなんとなく見えるけど、公表でも3番と5番のつながりがねえしさ、2番が3番を守るって、あ、マジで、危ねえ、2番だよな。2番だよな。うん。2番が出たことで、2番が破綻してくれたっていう。本来2、3精査しなきゃいけない。まあでもどっちみち、投票が終了しました。1で3番出たらもう2しかねえから。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利。いや、マジで5番さん。5番さん、マジでごめんなさい。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。しょうがない。5番さん、かわいそうだった。いや、でもね、初めに3番さんがグッジョブ出した時点で、100% 勝てるところからね、ずれたから、俺がね、カムの位置をね、間違えたっていうのが申し訳ないところ。まあ、いや、ごめんなさい、ほんと、5番さん。いや、グッジョブ出たから、もう、騎士、使用しないといけないと思って。6守りって言っとけばよかったのに、3守りしたのがちょっとよくなかったんですよ。いや、早かったっす、騎士。いや、でもね、6守りっつって、6が騎士だったらアウトだったからね。だから出るのが早かったんですよ。いや、でも6騎士はないっすからね。自慢鬼はできないんで。てか、普通に5守りだが一番正解な気がするんだけど、これ。そうね、5守りっつったら、私後に出てるから私疑われやすいしね。しかも6に投票してたしね。で、一番さんが、その神無しで、俺が釣られて、でも黒出してるから、うんちゃら言えば、まだ可能性は全然あった。神無しは俺だよ、ありがとうございました。
え、でも5守りだっ守りが俺目線おかしくなるんですよ。だって村目線は多分普通に5守り。あ、そっか。めでるよ、俺目線だって5地紙ないって考えて1黒でしょ。で太鼓出てるんで、俺目線めっちゃ人狼いるんですよ。だから5守りはできないです。あ、そっかそっかそっか、1黒出しちゃったのか。そうっす。なんで、あの、騎士仕様のタイミングがめちゃめちゃ早かったっていう。いや、勝ったんだよって、もうすぐ押しちゃったんですよね、送信ボタン。そしたら、なんかめっちゃ、あれ太鼓いないなと思って。そしたらもう3番さんってことで。いや、考えたんですよ。1番さんに言われた、その、ね、3番さん。部屋見てくる。住人部屋がメインなら。あるならば。ねえじゃん。同じ部屋がいいんじゃね？同じ人たちのノリで。なるかな、ここ。6番さん行ったり帰ってきたりする。ワンチャン1番さん噛めば6番さん。部屋がないかなと思って。急に部屋探してるけどないわ。うん。3番さん、喋れますか？はい、お願いします。ワンピースですかね、わかんないですけど。とりあえず。ワンピース？いや、なんでもないです。じゃあ、ちょっとラストいきます。テンプレ部屋で占い師だけ制限かけて、うん、ロケットなし。っていうところかな。あ、神あり部屋にします？俺もあんまりわかんないんだけど、神あり部屋にしますか？いいね。やっちゃいましょう。神ありやっちゃいましょう。で、初日噛むのなしでお願いします。あ、出るやつね。ルール違反は即そっちの負けでお願いします。以上、はい、いきます。すいません、何なしって言いました？うん、初日噛みなし。だから、占い師が占えるんで、乱白じゃないんで、そこだけ気をつけてください。あ、なるほど、なるほど。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼を行ってください。6番さんスタートじゃない限りは、6番さん占い仕様で僕白でいいですか？はい。一白ですね。はい、わかりました。はい。ランダム白じゃないんで気をつけてください。はい。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3。発言します。はい、3番です。よろしくお願いします。騎士仕様です。ごめん、歯磨いちゃった。はい、騎士仕様です。騎士仕様です。そうだな。ちょっとこのゲーム久しぶりにやるので、あれなんですけれど、とりあえず、占い師1人出てきた場合、悩ましい。これね。占い師1人だった場合は、グレズリー。で、占い師、太鼓が出てきた場合は、その太鼓をしっかりと精査したいなというふうに思います。まあ、発言2周あるので、2周目、さらに、盤面揃って、発言伸ばしていきたいなというふうに思っています。この1周の間に、口をゆすぎて、完璧な状態を迎えたいと思います。はい、騎士 C をしてます。お願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい、一緒にお願いします。自分占い師でした。で、6番さん、黒でした。ですかね、これ。はい、現状、3騎士なんでしょ、代行。てか、これ、1周目はチャット仕様なしなんですよね。現状騎士対抗はいないので、自分目線6と、
1252もう一人狼いるんですけど、とりあえず今日は6釣りでお願いします。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営しようありません。別にごめんなさいね、あの騎士はね制限かけなくていつ出てもらっても大丈夫。まあ発言だって、で6が黒ね、6が黒、了解。でね、あの盤面固まってからちょっと発言します。ちょっと移動しなきゃいけなくてごめんなさい。あの盤面が固まって、ね、しっかりね、だから本当に6が黒なのか真の占い師が出てくるのか相方守るために出てくるのかちょっと分かんないんで、見せ目しっかり発言します。6番のプレイヤーが発言します。俺は占い師だよ。1白、あの左ね、セオリーね、汗をほどね、まあね、これね、もうね負けるよ村、言っとくわ。これ盤面的にもう不利でしょ。まあね、俺はセオリーね、大好き、セオリーね、みんな大好き、左占いね、1白ね、そこしかもう伝えらんね。だから4番なんかだな、42か45にいるってこと。もうね、これね、やばいと思うで、村。なんで俺に黒打ってんだろうって思う。まあ、3騎士出たから、どっちかを省けば3分の1だもんね。3分の1で死ぬ占い師当たるもんね。驚きを隠しきれないわ、これもう。まあね、そういうこと。もうね、黒打たれてるからね。これはもうワンでおなじみのね、もうね、絶対絶命状態ね。これはもう俺は勝つぜ。まあ、安心しろ。観戦の女性ファン任せろ、こっから俺は勝つ。1番のプレイヤーが発言します。6番さんは勝つのか負けるのかはっきりしてほしいかな、ちょっとまあいいや。4番さんが6番さんに黒、6番さんが僕に白吐く。そうだね、4番さんが6に黒で、3番さん騎士用でしょ。で、じゃあ一応ね、一応まず4の、4から増えていこうかな。4のロジックで考えた場合って、3番さん確定もう白なのね、対抗しようがないから。だから、4番さん、そう考えると、3分の1で、占いを狙いに黒特攻仕掛けたって考えるのが普通かな。だからといって6番さんも新キラーっていう話はまだ自分の中で出てこない。ただ6番さん、なんだろう、3番さん、ごめん、3番さんには分かんないけどさ、6番さんデフォクロなんだよ。ごめん、2巡目でいい。6番さんのね、黒身に関しては、なんだろう、その、躊躇不安定なところかな。ごめん、これぐらいしかない。2番のプレイヤーが発言します。2番です。もう正直、もう言い切っちゃうけど、俺今日も 2じゃない、6釣りしたい。6釣りしたい。もう6を黒でしか見れないっていう自分がいる。確かに3が騎士出た後、4番さんって正直どこでも黒打てるから、4が狼で相方以外別にスマラしかいないからね。黒打てるから、どこでも黒打てるんだけど、もうそんなピンポイントで占い師に黒刺さるっていう感じなんだよね。だから俺もごめんけど、俺は6を新切りして、6釣りたいと思ってる。相方1は正直、5-1分かっていないけど、仮に俺6番さんが占い師をせずに、まあもう6番さん狼軸で話を進めていくんだけど、仮に今6-1狼だとして、1番さんが占い師をしたら、正直フラットで見るところだったんだけど、まあそれも6番さんが占い師をしちゃったから、まあ俺は6釣りしたいかなって思って。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です、よろしくお願いします。はい、2周目ですね。4番さんが、占いに6黒、はい、6番さんが1白を把握しました。そうだな、で、騎士が対抗で出てきてこないということで、真の騎士ということでお願いしますね。はい、で、僕もね、まあ、6を行きたいなっていうのが正直なところです。ただ、2番さんが、6を、まあ、なんていうかな、4番さんがさ、6を唯一黒で出せれる。まあ、たまたまとはいえ刺さっちゃったってこともあるっちゃあるんだよね、っていうのも、追っていかないといけないかなっていうふうに思っています。
まあ発言ちょっと2周目もう一回ちゃんと聞いていくけど、今のところ6だからまあ負けでいいっしょ。よっぽど他に黒い要素はなんか発言がなければっていう感じかな。負けでいいっしょ。のプレイヤーが発言します。1番に任すことできたけど、まあいいわと思って。この試合はいいっしょ。3番が騎士で出てて。5番のプレイヤーが発言します。聞こえない90秒って長いよね。長い。あ、爆弾ギフト誰がもらうのか、まあ、ごめんね、なんか変な村になっちゃうよね。まあね、メタだけどね、ものすごい、もうここまで来るとメタになっちゃうけどね、6番さんデフォクロじゃん、基本デフォクロ。それをしてた4番さんが6にぶち込んで2と4のラインか、もしくは単純に、でも俺6番さん、ローで出んのかな？黒出されてるから出んのか？出るしかないんか。とりあえず6行くわ。ごめんね。さっきね、俺6番さんがね、寝たふりしたのをね、俺はもう許さない、そこは。6番さん行きます。6番のプレイヤーが発言します。じゃ、ネタ振りじゃない。あれ何周、あれ、多分その、4番、5番のあたりでね、行ったんだね。で、投票は出て、一瞬だけネタっていう。あ、そうなの？一瞬だけ寝てたみたい。で、起きたって感じ。だからネタ振りではない。いびき聞こえてたな、そういうことみたい。でも、まあ、わざとじゃないっていう。そうだね。俺、狼だったらさ、出ない方がいいじゃん。こんな試合もう終わるぞ。相方に任した方がいいじゃん。こんなもん。もうね、もうはっきり言っとくけどね、3分の1だで。世の中に3分の1って結構あるんだけどね。数字で言ってるとわかるじゃん。33% で狙われたってことなんだけど。でもね、これってもうだから盤面的にもうね、絶望状態だからって言ってんじゃん。まあ、だからね、村は諦めろ。俺は4番に入れる。だって説得しても無理でしょ。しくしく6入ってくから。以上。1番のプレイヤーが発言します。俺さ、6番さんの片白でさ、俺こういうの言うのはあんま良くないかもしんないけどさ、なんだろう、安直すぎないかなって思っちゃった。この一周聞いててに、ね、俺1巡目言いそびれたんだけどさ、5番さんがさ、4番さんが、ごめん、この2巡目に言うのも汚いんだけどさ、1巡目のこと、その5番さんが、その4番さん、その6を黒を前提話して、まあ、シンっていうのもありえるんだけどねっていう補足がなかったのは、若干黒い 4とはつながるのかなと、一応思った。一応ね。で、2番さんに関しては、確かに一発目で、僕がね、結構曖昧な話し方をしたんだよ。6はなんでフォークルだからなーって言って、しっかり4も、4と6のお互いの、黒目を打ち上げたのね。まあ、盤面上は強いよ。ただ、まあ、3分の1の黒特攻だからね。だからそういう面を考慮して、たまたまぶっ刺さった可能性もあるから、一応まだシーンぶった切るのやめとこうぐらいで、考察を進めていた。で、そこで2番さんが6番さんのシーンいきなりぶった切ってきたっていう部分に関しては、2-4 ラインはないと思ってるの、逆に。ローだったら、俺の便乗をして、まあそうだよねって話を進める。まあ、2-4 ローローでぶった切るってことは逆にしないと思うんだよね。
だからもしも4番が、ローなのであれば4号だと思ってる。これさ、じゃあ俺評判狙ってさ、6番じゃ、6番ちゃんじゃなくて4番いっていい？俺評判狙うたびに4番狙う。もう1回だけ貸して。4番さん話せなかったし。まあ、その後は以上。まあ、どちらが無理よ。雷の狼の負けパターンよ。もう思考ロックが入るから無理よ、無理。頑張ったところで無理。だから負けじゃ。6-1じゃないの。ごめんけど、俺はもう思考ロックして6-1だと思ってるよ。確かに3分の1で特攻したかもしんないけど、ドンピシャで当たったかもしんないんだけど、黒出された6番で占い師を死んで見れるかって言ったら俺は見れない。で、6番さんの発言で2周目、正直、もう村負けだよ。村負けだよっていう発言しかなかったし、無理かなと思ってる。だから俺は今日6つる。俺6つしかないと思ってる。で、相方1は1番。もう4死んで見てるんだったら別に発言いらなくない。もう6釣ればいいじゃんって俺は思ってる。まあ、6死んだったら申し訳ないけど、俺は6を釣る。もう6釣るしか言わないけど、俺は6釣る。6釣る。ああ、4番さんよかったよ。まあ、今日は6釣りで。めっちゃ言う。もうね、これね、あのね、狼が破綻する。その疑いに出なきゃいいけどさ、どんな根拠がある？面倒せえからいいじゃん。次の試合行こう。狼の負けパターンだから別に焦る必要も一切ない試合だから。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。うん。じゃあね。遺言を発表。夜が更けました。うん、人狼に気をつけてください。負けパターンだからもうね、こういう時はあっさり負けるべきだよ。ほんと運が悪いパターン。ああ、無理だろってパターンだから。紙なしの方がいいかもね。こういう時はね、悲しくなるわね。狼の負けがほぼ確定する。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3、4番。発言します。はい、1黒でした。もう終わりですね、これ。5番のプレイヤーが発言します。いや、こっちのがむずいっすよね。こっちのが難しい。よくわかんなかったもんな、正直。じゃあ、回します。1番のプレイヤーが発言します。結果的に黒だけどさ、俺の発言って多分主局真っ当だよね。間違ってないだろ、発言的には。3分の1黒特攻でたまたま占い師されて結構普通にある作ってたからね。まあ今回ローだったからよかったけどね。逆に6番さんいい判断だと思ったよな。だからその、なんだ、6番さんが出た、あれの、あれでは、どっちにしろ、なんだろう。俺が、片白で出てるし、4番さん目線、拡張出したいだろうから、俺らなんだろうなと思ったから、半分諦めて、6番さんの締め諦めてした。おかしかったかな、俺言ったこと。まあいいや、回します。ごめんね。2番のプレイヤーが発言します。やっぱ初日雷部屋、俺多分これ人狼差2だったら初めてなんだけど、あ、俺六甲おろしとかそういう歌音痴だから、まあ、とりあえず、初日雷部屋俺向いてないなって思いました。はい、まあなしでも向いてないけど、まあ、とりあえず俺人狼向いてないと思ったかな。まあとりあえず一釣りで、部屋がねえんだよな、9人部屋。これオカミの負けパターンだからどっちでもいいわ。俺がスルーして1番が出る方法もあったけど、3番が騎士で出たために貸し筋が減ったってことやつだね。3番が騎士で出てなければまだワンチャンあったんだけど、3番の騎士噛んでっていう、3番じゃないけどどこかの騎士噛んでっていう道はあったんだけど、一筋の光は。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。今のは人狼は無理だったっていう。